習なんかやめて僕と行こうよお兄ちゃん。ふざけるなよ。あいつの存在を完全に消し去るためにやめてください。ミハイルに何かあったら、トミがあそこから、バニタス、トミを人質に取られているんです。俺には関係のない話だ。お願いです、バニタス、あの日に何があったのかを話してください。俺とお前はたまたま利害の一致で行動を共にしていたに過ぎん。バニタス、ただの他人だ。トミだけは失うわけにはいかないんです。守れなかったんだから、俺はルイを、うちの目の前で首をはねられちゃったんだよね。黒い持ちになったのが自分ならよかったのにって。ドミはもう髪は伸ばさないの？あ、髪の長いドミも、ああドミだなって感じがしてすごく